十一月十五日、一日の取引終えました。日経平均株価は昨日に比べて、百六十一円七十七銭高い。二万三千三百三円三十二銭と終えました。反発しました。トピックスは昨日に比べて、十二点二七ポイント高の千六百九十六点六七でした。東証一部全体の八割に当たる千七百十一銘柄が上昇しました。下落したのは全体の二割弱三百七十ということで、買い物先行回遊性の東証一部でした。 新興市場、マザーズ指数は昨日に比べて2.07ポイント高とこちらも上昇、日経ジャスダック平均も昨日に比べて11円50銭高と上昇でありまして、東京市場は日経平均トピックス、マザーズ、ジャスダック4指数とも上昇で終えています日経冷やしチャートです。 日経平均株価は2万3500円の節目のところで押し返された後はおととい、昨日と続落でありましたが今日はなんとか下げ止まり反発機運を来週に残すような週末となりました。2万 3, 3円で終えています まあアメリカ政府交換ですね。クドロ委員長が米中第一弾合意が近いという見方を示したこと。まあさらには中国株式市場も上海、香港、台湾それぞれ安定した動きを見せていまして、え東京市場の支援材料になりました。えこうした中で主要企業は決算で明暗が分かれています。え四三二四電通の冷やしチャートです。 電通は12月期決算企業でありまして昨日9月期まで第3クォーターまでの決算発表を行いました、まあ、これがポジティブに取られたようですチャート上では大きな大要線を立てて買われていまして今日は260円高6.6%の大幅高でした一方でこちら決算業績が失望されたのが1833奥村組であります、まあ、建設会社ですね 奥村組については通期の見通しの下方修正も発表していまして株価の方は素直に売りで反応しています大きな窓を開けてこのオレンジ色の25日線そして青い75日線を下抜いての急落今日は9%を超す大幅安となりました今日の東京市場アメリカ政府高官クドローさんの発言や中国市場の落ち着きを背景に日経平均は反発トピックスジャスダックマザーズそれぞれ上昇で終えています 以上大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。